チャリトン郡はアメリカ合衆国ミズーリ州の北部、ミズーリ川の北岸に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は7831人であり、2000年の8438人から7.2%減少した。郡庁所在地はキーテスビル市であり、同郡で人口最大の都市はサリスベリー市である。 チャリトン軍は1820年11月16日にハワード軍から分離して組織化され、軍名はミズーリ川の支流チャリトン川にちなんで名付けられた。チャリトン軍は主にケンタッキー州やテネシー州などアップランドサウスと呼ばれる地域から移住してきた開拓者が入った。彼らは奴隷と共にその制度をこの地域に持ち込み、すぐにテネシー州、 中部やケンタッキー州で栽培していたアサやタバコの栽培を始めた。ミズーリ川の南北両岸に南部人が多く入った開拓地の一つであり、文化や伝統も持ち込んだのでリトルディキシーと呼ばれるようになり、チャリトン軍はその中心だった。南北戦争の時は強く南軍を支持した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は768.25。 平方マイルであり、このうち陸地755.87平方マイル、水域は12.38平方マイルで、水域率は1.61%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。チャリトン軍の地方レベルでは民主党が完全に政治を支配しており、軍の選挙で選ばれる役職を独占している。 2008年大統領予備選挙2008年の大統領予備選挙でチャリトン軍は2大政党の候補者をどちらも州全体と全国で2位に終わったものを選んだ。民主党の予備選挙ではヒラリー・クリントンが1位となり、さらに共和党予備選挙で各候補に投じられた票数よりも多かった。ありがとうございます。